皆さんこんにちは、岡田克也です。最近大連立の話がメディアで取り上げられています。この件について、これから代表選挙に出ようと準備している人たちの間にも意見の違いがあるかのように報道されていますが、実は私はあまり大きな差はないんじゃないかというふうに思います。つまり大きな違いというのは、これからの政権運営について野党、特に自民党や公明党となるべく協調しながら進めていく、そういうふうに考えるべきなのか、あるいは自民党や公明党とは基本的に一線を画してやっていくのか、もちろんいずれの場合にも今の与党である国民新党と連立を組むということは大前提ですけれども、その上で自公と協調してやっていくのか、そうでないのかと、ここが最大の違いだというふうに思います。私も聞かれて申し上げたんですが、大連立はそれは自公と協力していく中で将来の可能性としてあっていいということを申し上げました。先般も三党合意で自民党公明党といろいろな議論をさせていただきましたが、お互いこの国何とかしなきゃいけない、このねじれの中でどちらが与党でどちらが野党であってもこのねじれは当面続きますので、したがってそれは必要な協力はしていかなければいけない、特に復興、震災からの復興については協力する、こういう気持ちでは自民党公明党の皆さんと共通点が見出せるというふうに思っています。それが積み重なっていく中で将来的には部分連立あるいは大連立という可能性を今否定する必要はない。しかし現実見ると特に自民党の中には民主党と協力せずに早く早期に解散総選挙に持っていきたいと、そういうふうに考える人たちがいますので、協力まではともかく大連立というとかなりハードルが現時点では高いということは申し上げなければなりません。そしてそういった野党と協力しなければいけないというところでは多くの候補者にも共通点があるのではないかというふうに思います。もし仮に、自公と協力しなくていい、基本的に対立の構図でいくんだという、そういう意見があるとすれば、じゃあどうやって法律を成立させていくのかということについて、それと異なる答えを出さなければなりません。3の2条項を連発していくというのも一つの道かもしれませんが、これもそう簡単ではありません。というか、事実上非常に難しいというふうに言っていいと思います。じゃあ自公と距離を置いていかにして政権運営をやっていくのかということについてのきちんとした対案が示されなければ、これは議論として成り立たないというふうに思います。私1年間幹事長としてやってきた経験から言って、やはり自民党公明党としっかり協力していく、その過程では確かに耐え難きを耐え我慢しなければいけない、あるいは我々の政策を理念はもちろん曲げるつもりはありませんが、金額などでは自公の主張を入れて削らなければいけない、そういう場面というのはこれからも出てくる。しかしそれはやはり参議院において我々が過半数を失った、一つの民意の結果そういう状況になっておりますので、そのことは尊重せざるを得ないというふうに思っています。いずれにしても大連立の話も、大連立がいいか悪いかという議論よりは野党と特に自公と協調していくという路線がいいのか、それともダメなのか、ダメだとしたらどういう大半があるのか、そういったことについてより深い議論が必要だというふうに思っています。今日は以上です。